やってるんですね。転換こうね、優先順位は自分がまっすぐ、あだ、合気道の人たちはみんなこういうとこね、こういうとこやっつけに行っちゃうから、で僕は優先順位はやっつけることより自分が安定して自由でっていう、そういうことを最近は特にやってるんですよね。だからあんまりこう来た時にこう気にしないで、自分がまっすぐ、こう姿勢がまっすぐ、そうするとほら、まっすぐのね、いつもまっすぐ、それであんまりこういう 手を大体こういうふうにやっつけられっこないんだから、彼は体格いいし運動能力も高いとかね、僕はおじいちゃんで何もやっと歩くのがやっとだって、そういう感じじゃない。だから安定してることしか考えてないの、もう安定しかないの、安定。そうすると安定してることを優先順位と一番として考えてるってことね。で相手をやっつけるのは二次的ってかな、まあだからそう、自分がどうやったら安定してますか、気にしないでできますか、そういう話ね。自分が安定してる、じゃあそれで少しこうやって持たれちゃう、聞こえる、持たれちゃうとさ、こうなんていうのかな、こうやっつけることによって拠り所を作っちゃうの、彼の拠り所だから、持たれても気にしなければ、こうほら自分が曲がっても気にしなければここに入れるよね。でこれをこう正中線で持っていこうとすると拠り所になっちゃうの、彼は感づいてバレちゃうの、この手バレて次、あっそうそうそう来るね。だからおい知らないんだよね、知らないんだよって、そういう意識が必要。おい静かな、おしもうやめよ、そういう話ね、そういう話。だから最近2週間ぐらい前から、3週間ぐらい前から動画でも言ったんだけど、こう自分が崩れてもいいんじゃないかのって思ったので、崩れることによってここの気配がなくなれば、多少崩れててもリカバリーができるから、ほらリカバリー、多少崩れてんだけど、このまま待ってたら来ちゃうよ、来ちゃうんだけど、こうやってリカバリーするの、リカバリーである。そうするとここを正中線でこういうふうに上げましょうって言ったら、すごいきついんだよね、競ってることになるの。だから競わないで、委ねすぎたらやられちゃう。でも委ねたすぐにこういうふうに、ほら委ねてこのまま待ってりゃ来ちゃうんだけど、これを利用してこう、ほら自分が元通りすればっていうことを最近気がついて、あんまり委ねすぎちゃダメなんだけど、委ねるって意識、委ねるのは自分が崩れる、譲歩してるって形ね、譲歩してる、そして譲歩して、そうすると一瞬は譲歩してこれやられちゃう形なんだけど、センターずれてる、おへそこっち、手はこっち、全然ずれちゃう、こんなの形ないのね、こんな合気道の形ない。だけどここに来た瞬間に、ほらなんだっけ、オセロゲームでさ、白が黒に全部変わっちゃったっていう風になって、こう来て、あーってやられちゃうんだ、このままだったらやっちゃうんだけど、その瞬間にほら戻って、足が自由ならば、それが白が黒に、オセロの白が黒に変わるっていう、そういう形ね、こういうふうに、ここでってから戻ってきた時に、ほら変わる。でそういうことをね、やってんですよね。でちょっといろんなやり方あるから、みんなこれ第一段階、これやればやるほど、ほら感づいてんだよ、なんかやろうとしたら持たれへん、知らねえよって、やった、俺がやったらこっち来るよって、そういうふうにやってんのね。だから待ってんの、これ手待ってんの、膝待ってんので、こう来たら やられちゃうの、だからこうやって崩して、はい、それでこう、そ
こういう感じ、ちょっと委ねるっていうのね、ちょっと別にこういう形じゃなくてもいいから、いろいろ委ねて、委ねすぎないで、委ねすぎないでリカバリーするっていう、そういうのをちょっとやって、各自その能力によると思うけどもね、やってみよう、見ましょうって話。じゃあやりましょう。あのね、力は抜けてなきゃダメなの。抜けてるから自分が自由に動けるの、いろんなとこ行けるの。力が入ってたらここよりどころにして、ほら足が止まっちゃうんだよね。いついてる状態、これいついてる、いついてないと力抜けてるの。力抜けてどっちでも、この足は自由、足は自由、足は自由、どこでも行ける。そういうふうに、そういうふうにやりたいの。そういうふうにやりたい。そういうふうに。足が自由なの。足が。ってことは力入れたらできないの。これ。待ってんだよ。まあ、力入れたらできないの。力抜いてるからできるの。力抜いてるからいろんなとこ行けるの。力抜いてるから、だから力抜く練習なのよ。力入れて力でやっつける練習じゃないからね。力を抜いて自分を自由にする練習。そういうことを思ってないと、そういうことを目指してないと、目指せないから、他行っちゃうから、他行っちゃうってのは、力でやっつけてって、そういう方向行っちゃうの。じゃなくて、力入れたいのは山々だけど、力抜く練習なの。抜く練習なの。抜いたらほら、足が自由。これ力入れたら、いや、入れないよ。力入れたら力を、うわ、反応で、これね、で力抜いてんの、ほら。抜いてるからこういうふうに足が自由になって、こう下がってこれた、下がってこれた、足が自由だから、足が自由だから、こうね、こう自由、こう足から抜いてんの、ほら抜いてんの、力入れた方が強いと思ったら大きな間違いで、そこは修正しなきゃダメ。だから力抜く練習だと思って、力死にたいじゃないの、死にたい、抜くってのが死にたいだと思ってるからね、みんなね、抜いて、あ、力ね、死んじゃったらダメなの。でも神経だけは通ってるんでしょ、棒とかあるといいんだけど、力入れたらバレちゃうんだから、だから力入れないの。そして足を自由にするの、そういう練習なので、力入れたいのは山々だけど力抜くの、だから足が動くの。ほら足が動いてんの。力入れたら止まっちゃうんだから、絶対止まっちゃう、止まって、こうやってこれやっつけよう、止まっちゃうんだ、足がこういうふうに動いてるの、ほら全然動いてる、楽に。そういうことをだから目指してほしいんだよね。どうしようかな。じゃあ塩投げって形があるから、足ね、さよならでもいい。足が動いてんでしょ、足が動いて、足が動いてんの、足がさよならって、これね、いいよね、足が動いてんの。足止めたら何もできないってこと、足止めたら相手の位置だから、足を動かして相手の視覚に入るとか、リラックスするとか、自由になるとか。力が入ってると自分の力で自分の自由を奪っちゃう、束縛しちゃうのよ。だから力抜いてるから自分が動くの、こうやって動けるの、ほら動けるの、こうに動けるの、ほら力抜いてんの。決してやってないよ、ほら力抜いてんの、力ほら抜けてんの。その練習だと思ってやってほしいので、いろいろ、まあ塩投げって形があるから、そうね、塩投げ、力抜いてんの、力抜いて、離れてんの、抜けてんだよね、力。ここでこういうふうに入っちゃう、そういうふうにやってほしいの。それで相手が来ない位置、この手足来ない位置に自分が動いてんの、自由だから自分はどこでも行けるの。力が入ってると動けないの、この力で自分の自由を束縛してるってこと。だから力がなければ動けるので、こういうふうに腹が入ってきたの、こうに入ってきたの、ただそれだけなの、それだけなのね。それでつながってたの、たまたま手がつながってたからこうに入ってる、つながってるだけなんだよ。
繋がってるだけなんだよ。で、自由に動いてんだよ。こういうふうに、ほら。自由に動いてんだよ。だからこうなったの。だそういうことが分かってほしいんだよね。それで稽古してんの。力入れる稽古じゃないから。力抜く稽古。で、まあ、塩投げがあるから、塩投げ。塩。離れてんの。離れてても、こうに、ほら。こう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 ね。こう。こう。頭。まあ、そういうか。そういう話、こうね。こう。そしてこう。こう。で、そういうのを目指してほしいのね。で、力抜く練習だと思って塩投げ。形あるから。形すごくいい形。それこれずれちゃったらやられちゃうけど少しはしょうがない。ね、外れちゃってしょうがない。でも次の瞬間にこういうふうにほらまともになってほしい。そういう話。じゃあちょっと塩投げの形を使ってやってみましょう。今塩投げやったけどね、足こうやって全然離れてたら。彼は嫌がってこの手はやめてこの手が来るとかこの膝が来るとかするの必ずね。こうやって僕は見せてるけどこうやって見せてるけどほらこう来るので、これに気づいてなきゃいけないので、ギューってやったら嫌だったら手離すの。それはバカってそう来るの。ギューってやったらだよ。彼が満足ってから彼のコンフォータブルじゃなければ必ずって反対の手が来るんだよね。こうやって持っててくれる人いないんだから、こうやって持ってないでこういう隙間とか彼の有利なところをやっつけてねって来るわけでしょ。でそれが分かってないとダメなの。分かっててだから力を入れないで、そう後ろもらいましたよって、足でこういう手、こういう足、そういうのほら分かってて技やってんの。次の一手が一番怖いの。この持たれた手は何にもしないの。ただ引っ張り込むだけ。ああそうこうやったわけね。嫌なのはこの足とかこの手。この手が嫌なんじゃない。だから引っ張り込む手は全然持ってくれてんだ、ありがとうって。こういう形。この手ほら防いでるの。この足防いでるので、自分が安定してる。それで自由で自由に動いた。そしたら自然と倒れてきた。そういうふうにやったね。それでこういうふうに出てきた。それで本当は追っかけていってこういうふうにこういうところこうほらなんていうのかな、こう自分が動いたことによってそういうふうにやりたいわけよ。あのなんていうのかな、あんまり競わないでほしいのよ。こういう今のだってこうやってやったらこの手が来るし、この膝来るしね、競ったら来るってこと。だから競わないの。競わないでいいとこ入ったの。ほら競ってないじゃないね。競ってそれこっち来るのよ、こっち。ああ来た。したらこういうふうに、そういうふうにやりたいのよ。それにどういう稽古したらいいのってんだけどね。どういう稽古したらいいんだそれはしょうがないから、じゃあしょうがないから、じゃあいいや、こう来たらこうやって崩したら追っかけていくのやろうか。こうやって追っかけてこうやってこうやって追っかけて、こう自分がいいとここういう足自由で、こうやってやったら彼の支えになっちゃうから、起きられちゃう。でも支えにしてないの。こうやってやって倒して支えにしてないの。ほら支えにしてない、支えにしてないの。ほら支えにしてないの。支えになったらやられちゃうよ。やられちゃう。支えにしてないの。こうやって起きてくるときにはほら支えにしてないの。だからこうやってほら起きてるね。そういうふうにやってほしいの。だじゃあ稽古方法として崩したら塩投げで投げて、普通はこうやってやって塩投げで投げたらはいさよならねって、ここで僕の勝ちだよみたいな、そういう形だけど、そうじゃなくてこうやって投げたら追っかけていって、そう支えにしないって、足自由
そして足自由ね、足自由、足自由、そうそう、足自由、足自由、足自由が優先だから、足自分の自由が優先だから、そういうふうにやってほしいのね。じゃあそういう結構やってみるか。あの投げたら追っかけていく。難しい？難しくないよ、やれば簡単だから。要はこういうところ、こういうところにとらわれないで、自分が足自由、足自由、足自由、こういうとこ行っちゃったらダメだよ。だから、あ、関係ねえんだから、関係ない、ほら崩れてきたんだから、こうやってほらほらほら、おっと追っかけてる、ちょっとやばいけどね、ちょっとやばいけど、ただ離れないように、だから離れて向こう行っちゃったらすごい、だから投げるなって言ってんの。投げないで下に落とせって、自分のコントロール範囲、投げちゃって向こうに受け身がうまいとね、投げちゃうと向こう投げちゃうと、ほらな、追っかけていく、ほら追っかけていかなきゃいけないからね、自分がね。だから投げれない、足使えないように下に落としなさいよって、自分の中に入れときなさいよって、そういうふうに言われてたんだけど、まあそれでちょっとやってみよう。あのコツを言いますけどね、こうやって来てさ、こうやって離れてるよね。でこうやって来たら近いのがもちろん近い、相手と近い、離れてたらやられちゃうんだから、だから近いの、近くて重心に落としたでしょ、落としてここは寄り所しないの。じゃ彼が伸びてくれば、あ、伸びてくれば、ほらほら寄り所してないの、寄り所してない、そして位置も合ってんの、ほら一定の間隔でここを支えにして起きようとしてんだよね、彼はね、ここを支えにしたいの、だから支えにしないの、支えにしないの、ほら、だから支えにしないから力が入りようがないんだよ。で近いんだよ、近い、相手に近いんだよ、で寄り所がないんだよ。だからあの藁をも掴むって言うけど、藁ぐらいなんだけどさ、藁をも掴まらせないの。こうやっていったら掴んじゃう、そう、掴んで引っ張り込まれちゃう、引っ張り込まれちゃうんだけど、いいよって、こうやってやってるから、ほら全然ほら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 、全然ここ寄り所してないんだもん。だそこがコツなので、これができるようになると、まあ黒帯になるとかね、そういう形だから、頑張ってこう足を使ってるでしょ、足を彼の重心の足が止めたらできないの、これ彼の方が強いんだから、彼の方が強いから、近づいて寄り所しないで重心もらってる、それだけしかやってないんだから、それだけしかやってないんだ。達人の技で、達人やめてるって言われてんだけど、達人じゃないの、何にも。そういう原理さえ分かれば誰でもできることだから。だから足を自由にして、足を止めて、こう離れたらやられちゃう、寄りどころしたらやられちゃう、やられちゃうね、自分も寄りどころしたら、彼の寄りどころをこうやって持ってったら引っ張り込まれてやられちゃう。だから自分はまっすぐこういうふうに入って、寄りどころしてないの、ほら寄りどころしてないの、ほらほらほら、だから起きてきた時にボカッてこういうふうにやってんでしょ。で近いで、ここ寄りどころしない、ここ触ってるところは寄りどころしてない、こういう足で近い、まあそういうコツだからね、コツをつかむのは練習しかないから、だから少し練習してくださいって言ってるんだけどね、だもう少しやってみましょうかね、あの それがコツだから、だから離れちゃったら、じゃやって、離れちゃったら起きれちゃうの、こうやって逃げちゃうの、逃げてこれ押してるから逃げられるの、こっち逃げられるんで、でもこれがこういう風に入ってきちゃって、ああってこうやって押さえられちゃったら、こうやって、この力が抜けちゃった、ちょっとこう抜けちゃって、これよりどころしたいからこうやって押してきたけど、彼が抜けてこういう風に来てたら、よりどころが入ったから落ちられないんだよ。そういう風にやってほしいんだよ。それはほんのコツだから、あの練習やんないとはなかなか分かんないんだけど、簡単なコツだから、だからそれもう一回やってみましょう。今塩投げでやりましたけどね、あの
要は これ手はセンサーだから、センサーだと思ってるの。だからセンサーを感じさせない、彼のセンサーを感じさせないためには力を入れるんじゃなくて力を抜く、それから中心に持っていく、中心近い、自分のこう離れてるんだったら近いってことね。背骨に近い、背骨に近くてこういうふうに近いの、こう離れてたら力が出ないの、こうやってた方が力出んのね、そういう感じ。それでこうして下に落としちゃったの、そういうふうにやってほしいのよ。じゃないと形稽古になってくね、感じてんだから、こっちの手もあるし足もある、こうやっていったらやられちゃうんだよね。だからやられないようにしたいわけ、やられないようにこうやって知らない、知らんぷりって言うから、知らんぷりってこういう手が関わらないって言うから、やっつけたいんだけど関わらないの。だからやっつけたいんだ。でこうやって入ってきたらね、ひょう投げやろうかなと思ったらやめたって、こうやってこう隙間あるからこうやって入ってきてもいいんだよ、ね、そしたら起きてきたらこうそういう形、あの入り身投げできるでしょ、自然とね、自然とこうやってやって、バーってこうやっていや、こういうとこ競わないで、こう入ってきたらで、こちょっと抵抗されちゃった、抵抗されこれやだよってね、やだだったらいいよ、こっちがあるからって、こっち そしてこういう形、それ起きてきたらもうまただから選択肢いろいろ、自分が自由だと選択肢がいろいろあるから、こうやって来てこうやって選択肢これボカッとくるんだよね。で押さえてんのね、一応こうやって来た時押さえてるから、こうやって入るとかってできるでしょ、いろいろできるの、こうやってこうほら膝がこっちいろいろできるじゃん。だから選択肢はだから俺が何かやってやろうっていうふうに思ってるとできないので、彼をもらってるっていう、彼のを尊重してるとかな、彼のやりたい方にいろいろあるんだけど後ろ入ったら彼はこういう来たこういう手そう来るよね、来た時に彼はこの手が来るかこの手が来るか分かんないけど、彼がやってんの、彼がなんだよ、主導してるの、主導、自分がこういう技をやろうとかああいう技をやろうと思ってたらできないってことだから、まあ入り身投げやりましょうって入り身投げやるときはそういうこと形を使って入り身投げやってんだけど、そういう余地があるってことね、そういうことも考えてこう入り身投げやりましょう、入り身投げのときはこっち隙間、自分が動けるところがあるから動いてきて、で崩れてからボカってやると、その時離れてない、力でやってない、自分の近いところにこういうふうに上げてきて、こう近いで上下使ってるとかね、こうやってきて、この隙間あったの、隙間こう隙間のことしか考えてない。だから入り身投げやるときは隙間、自分がどうやって動けますか、ほらこうね、でまあこう彼は綺麗に受け身取ってくれるんだけど、まあそういう話だから、じゃあちょっと入り身投げの形で、その前提としては自由に動けるよってことね、入り身投げの形で練習してんだけど、入り身投げがもしうまくいかなかったら他のこともできますよって、そういうふうに思い込んで やってほしいってことで、こういう足とかさっきありましたよね、あの近いとかってそういう話、そういう原理もあるから、じゃあそういうことを考えて、じゃあ入り身投げで、あのね形やるとね、みんな形にとらわれてるってのも分かるよね、あのな形、自分のイメージしてる四方投げの、あ四方投げじゃねえや、なんだっけ、あ入り身投げか、入り身投げの形にやりたいの、だからこういうとこまた戻っちゃって、こういうふうにやっつけちゃって、こうやっつけちゃってことしか考えてないの、自分の自由ってのを忘れちゃってんの、だからいやうまくないのよ、こうやってうまくないのよ、いや俺は、あ僕が言ったのは隙間を見つけましょうねってことしか言ってないの、隙間、ここの隙間、
こういったらぶつかっちゃったんでしょ、ぶつかっちゃで、こうやってやったら隙間があったの、ほら隙間で、こういうふうに配置したの。そしたらつながってるから、ほら落ちてきてボカって、だからなんていうのかな、その合気道やるじゃない、入り身投げやりましょうっていうふうにやらないでなっちゃったって、そういうふうになっちゃったんで、そういうで稽古してほしいのよ。入り身投げやろうとすると入り身投げの形になって、相手をまず崩して後ろ入って後ろ通り抜けて、だってだから そうじゃないんだからね、そうじゃない、たまたまなっちゃったの、こうやったたまたまそういう隙間こうやって後ろあったの、こうして、で隙間来たらここつながって、あごめんつながってっから、もしくはここボカってこうやね、ここボカってくるのね、ね、これは普通の生理反応、これ防御反応、僕をやっつけたいから、こういうふうに通り過ぎてくれば自然とこの手を使うかこの手を使うかでこういうふうに来るでしょ。だから僕はここを見つけたんだけど、いないの、こう来た時にいないの、それでこういうふうに来たの、だから自然とやってんだよ、このなんだ、だからあんまりやりたくないの、そういう入り身投げとかね、そう入り身投げやりましょうってやっぱりやってないんですよね。だからたまたま隙間あったから入り投げの形になっちゃったっていう風にしたいわけ。いや塩投げの形は塩投げの形でいい傾向だからやってんだけどね、まあ、でまあそういう話だからね、あんまりだからさっきはみんなすごくうまくなって中心捉えて足を自由に動かしてってそういう形なくって言ってたんだけど、その時はうまくやってたんだけど、入り身投げって言った瞬間にそういう風になっちゃうから、ちょっとどういう風にしようかなって考えてますけど、まあそういう話で、今度はね、今度はこう来たらボカッてくるの、足が来るの、だから嫌だなって止めたの、そしたら足止めたの、あんな足あて、あーそうそう、線外してんの、ここでこうやって出したらあっもらっちゃっても終わり、死んじゃったら終わりって、だから線を外して、線をハザッとやばいな、やばいんだこの手、この手ここが見えたでしょ、そしてこう入ってきたの、こうやって、そしたら一挙の形になっちゃったの、そういう風にやりたいのよ、やりたいのよ、やりたいんだけど、一挙の形って言うとみんなこうやってやってこうやって外して、この手小用が小前が関係なくて、小用が小前が関係なくて、ここをねこうやって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 入ってきちゃえばあいつやられちゃうって、そういう形にしたいじゃない、したいんだけど、そうじゃなくて本当は止めて隙間が見えたからこうに入っちゃう、こうって来ないんだよね、そういう風にやりたいの、だから一挙の形やりましょうじゃなくて一挙の形やりましょう、形をこうにこうね止めてんの、止めてんの、これって止めてんので、来てもいいよ、来てもあーってやばいんだよ、来て足やじゃーおいおいやばいんだよ、こういう風にやばいからまっすぐ入ってきたの、そういう形で一挙の形やりたいのね、だからまあそういう話だからね、こう線外してこうボカってくるよ、だから来ないように、そこはね、でこうこっちほら、そういう話、ここは自然と見えてくるから、あの自分が動くことによって相手が見えてくる、自分が防御することによって相手が見えてくる、そういう形ね、相手防御することによって、防御することによってこれが見えてくる、これ足が見えてくる、だからこういうふうに出てきた、足こういうふうに持ち替えてもいいよ、どうでもいいんだけどね、それはどうでもいい、こうやって このまま出てきてもいいし、ね、このままもテンションがかかってなかったらこれ足が来るとか手が来る、テンションがかかってんの、だからほらテンションかかる、で テンションってのはこうないと何にもない、力何にもない、でも出てくることによってテンションがかかる、ほらほらほら力でギューってこう、押し倒してないの、テンションでそしてこの手出す、こっちへ、そうすると伸びてきた、それで座る、そういう形ね、じゃあ一挙の形を使って、まあ一挙の形にならなくてもいいんだけど、まあいずれにしてもこう防いでその隙間が見えたから隙間に入っていくって、そういう形ね、じゃあやってみましょう。昨日ね、あの
まあ同志が出てきてくれて嬉しいなって、そういう感じだったんだけどね。あの交差取りじゃないや、なんだっけ、十字絡みってのやったのね。でそれでやってみようかなと思って、でこう来て来てこう十字絡みをこう一挙一挙、そして両手があるんでしょ、両手がこういうふうに持ってるね。で普通は抜かれちゃ嫌だから、抜かれちゃ嫌だからこう思ってるの。でこういうふうに、そして出てきたって形だ。これ抜く、こう抜かれちゃあーっとこう押されちゃう、ここへスッと抜けないの。だから自分がこういうふうに回ってきて、こういうふうに、ここで競ってないの。ここでここでこう抜こうと思ったらカッカッカッ抜けないんだから。だから腰が回ってこういうふうに抜いたの。さやこのまま、手もこのまま、さやこう、さ抜けたの。手はもうちょっとこうなってたけどね。そしてこう抜いたの。そしてこういうふうに出したの。それが十字絡みって形ね。まあいいや、あのそういう話なんか、こういうとこは自由だってこと。こういうとこまで、自分はこういうふうに抜きたいんだから抑えてきたんだけど、抑えてきた、ここで競ったらやられちゃうんだからね。こう手離すの自由で、僕が力抜けた瞬間にボカって手離してくるんだから、ああ、そうそう、くるんだから、だから、こわあ、いかねえなって、こっちほら。そしてここ回ったの。その時に手があったの、ここに。だからこういうふうに持ってたの。そういうふうにやってほしいのね。だからあんまりここで競わないで、ここで競わないで、こういうふうに回って、こう。と十字絡みって形。じゃあもう少しやって。この回怪我が多いから、なんだっけ？あ、居残り稽古やめろとか、そういう話なんで、ね。で、私の時間もあんまりおかげさまで怪我ないんだけど、怪我する人多いらしいから、あんまり強引にやらないようにね、相手のことを考えてって、やる人大体決まってんだけど、あの怪我させちゃう人ね。で、怪我させちゃう人がいるときは、あ、怪我されちゃうな、させられちゃうなと思ったらもうやめて、その人とはやらないっていう方がいいですよ。あのそれは権利だからね。あなたとはやりたくないんですって言えばいいんだから、そういう話ね。あ、怪我しないようにね、怪我しないのが目的だから、怪我しないで自由に動くって、怪我しないのは最優先、自分が怪我しないの。それ居残り稽古やめろとか言われちゃったから、あの遅くまで自由にやるようにやりますけど、何しろ居残り稽古やっちゃダメらしいですよ。あの馬鹿げてるんだけど、あ、そんなこと言っちゃいけない。あのまあね、居残り稽古はやめてまあそういう話ね。じゃあ終わりましょう。